ってきました。暑い夏、汗がダラダラ、体が暑い、夜は暑くて眠れない、そんな夏、実は思いっきり代謝が下がっています。代謝が下がるとじわじわ太る、これ暑い夏専用の食べ物で何とかしたい。今日はこれを食べれば猛暑が楽に乗り切れて、さらに痩せ型体質に早変わりしてしまう食材&レシピご紹介します。夏といえば酸っぱいものや冷たいもの、しかしそれだけでは夏の猛暑は乗り切れません。夏の猛暑は東洋医学では暑邪と言います。自然界から受ける体調不良の原因、夏はやっぱり暑さなんですね。この暑邪の特徴は、汗をかくことで体力が消耗、老廃物やむくみ、東洋医学では湿が溜まりやすい、血栓や腫瘍ができやすい、心臓小腸を攻撃する、特に汗をかきすぎて体力消耗、これはマジで太ります。数年前は夏の高揚感で乗り切れたはずが、最近では暑さにやられ、食欲ないのになぜか太る、それこの暑邪が原因ですね。さらに東洋医学で夏は喜びの季節、高揚感、テンション高め、いいことなイメージですが、気が上がりすぎて不眠、急激な脱力感、精神が集中できない、やはり心臓イコール心、アップダウンが激しくなっちゃうわけです。急降下を繰り返すと、また気力や体力、代謝が下がってしまうのはもうお分かりですよね。思い当たる方大丈夫、この暑邪をうまくかわして代謝を上げる食材があるんです。それが苦い味なんです。苦い味は体の余分な水分、湿を取る利水、体の熱を冷ます清熱、気を下に下ろす効果、体内の老廃物を出す解毒、心臓小腸を養う働きがあります。すごいでしょ。体にこもった熱を冷まして、暑さで上に上がった気をグッと下ろす、便を下に下ろす作用もあるので便秘にも効きます。やっぱり夏にぴったりすぎますよね、苦味。ここからは夏に摂りたい苦味食材と簡単レシピご紹介します。ぜひ食材やレシピスクショして取っておいてください。それでは紹介します苦味食材はこちら、ゴーヤ、ヨモギ、レタス、セロリ、モロヘイヤ、ツルムラサキ、ごぼう、飲み物はキッカ茶、ジャスミン茶、緑茶、コーヒーなどです。もちろん普段飲んでいるお茶にプラスしていただく感じでも OK ですよ。まあ全部ちょっと苦いと感じるものがおすすめです。ゴーヤは言わずと知れた夏の苦味の王様なんですが、モロヘイヤやツルムラサキ見かけたらぜひ使ってほしい。結構ネバネバ食材なんですが、このネバネバ要素が代謝をアップ、基礎代謝、自律神経をグインと上げてくれます。まあ太りにくくなりますよね。生で食べてももちろんいいんですが、これらの野菜はささっと加熱して食べるのがおすすめです。かさが減ってたくさん食べれますからね。それではここからレシピ3つご紹介します。1つ目、レタスのコンソメ炒め。今回はロメインレタス使いましたが、サニーレタスや普通のレタスでも OK ですよ。オリーブオイルでささっと炒めて、コンソメで味付け。私はカヤノヤの野菜だしの中身をビッとちぎってで入れています。最初かさがすごいんですが、蓋をしてちょっと蒸すとしなーっとして食べやすくなるんです。レシピ2つ目、つるむらさきの野菜スープ。インスタで上げている私の献立の中でもめちゃくちゃよく出てくるのが野菜スープです。ベースは鶏ガラスープと醤油とみりんです。お好みで塩コショウをかけたりもします。つるむらさきは火が通るのがとても早いので、最後に加えてささっと火を通す感じです。他の具材は結構何でも OK なんです。季節の野菜やお家にある乾物などじゃんじゃん入れちゃってください。ただ夏はお腹の負担が大きくなるので、お肉をがっつり食べるというよりかは解毒作用の大きい野菜をたくさん入れて食べるのがおすすめです。レシピ3つ目、これは朝おすすめ、よもぎハトムギドリンク。もうこれ何回も紹介しているよもぎパウダーとハトムギパウダーをプラスしてお湯で溶いたものですね。よもぎは血液ドロドロを解消してくれて、脂肪代謝を促してくれる苦味食材、これめっちゃ使える。そしてハトムギパウダーは美肌や余分な水分を出す利水の働きがあります。もうめちゃくちゃいいよ。飲んでみます。もうなんかお抹茶いただいてるみたいです。すごいさっぱりして美味しいですよ。さらにもう一つ、苦味を簡単に取り入れられる方法があります。それが調理方法、グリルで焼き目もつけましょう。この焼き目イコール焦がしたものや焙煎したもの、少しほろ苦くなりますよね。それが体の余分な熱を取り除きながら、体
体を乾かす、余分な水を取ってくれるんですね。ここで焼き目、苦味のおすすめレシピ、夏野菜の味噌焼きです。ナスやズッキーニなど夏野菜を大きめに切って、田楽味噌をつけてグリルで焼きます。田楽味噌は生姜やネギ、みりんを入れて混ぜ混ぜしておきます。砂糖はむくむので私はあまり使いません。というか全然使わない。だいたい250度で15分ぐらいじっくり焼いてもらって、表面に焦げができるまで待ってくださいね。この焼く野菜も何でもいいんです。例えばエリンギとか椎茸とか大きめのキノコを焼いていただけるとすっごい美味しいし、こんにゃくとかもいいですよ。お豆腐もいいかも。最後に大葉をかけたらもう最高です。夏野菜のごちそうですよ。もうぜひこの夏は苦味を使ってうまく猛暑乗り切ってくださいね。夏の終わりには、今年の夏は太ってない、体調良かったと思っていただけるはずです。ぜひお試しください。このチャンネルでは東洋医学の養生をベースにしたダイエット方法や美容整体のマッサージやストレッチについて詳しくご紹介しています。水曜日と土曜日の20時に動画配信、日曜日の夜21時から YouTube ライブにて皆さんのご質問にお答えいたします。ぜひ遊びに来てください。またメルマガにご登録いただきますと、さらに詳しい東洋医学の知識、無料動画講座をプレゼントしています。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひご登録お願いします。エリーの東洋医学的体質別ダイエット講座も期間限定の募集中です。こちらも概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。エリーでした。苦味うまい。